皆さんこんばんは。ここだけ広島はこんばんはですけども、もし世界中のどこかではこんばんはじゃなくておはようございますっていうところもあるかもわかんないですね。生アットマーク広島アクティブリングなんと210回目を数えました。いよいよ5年目に突入ということでね、おめでとうございます。よくぞ続いてるものですね。やっぱりそれは主催されてるね、平田女子の功績はないではないかと思うんですが、無事台風もなんとなく何気に、この辺りは、被害を受けられたところもあるんですが、広島はまあなんとか、直撃という感じではなかったので、そんな台風らしくもない状態で無事に、切り抜けることができました。しかし210回目というとね、210回目のうちのその4分の1ぐらいやってるわけですか。毎週ね、だから毎週やってて、週4回としてそのうちの1回がここ、広島は、中区八軒堀、通称中新地っていう、エリアなんですけども、広島のいわゆる夜の盛り場ど真ん中っていうところで、そこにあるあのライブカフェ、いつもはあのライブハウスとしてあのいろんなアーティストが来てやったりしてるとこなんですけども、そのライブカフェジャイブからお送りいたしております。私は、木曜日、第何週かその月によって変わるんですけども、パーソナリティ、上綱勝彦でお送りします。毎週ね、毎週じゃない、毎回ね、賑やかな、あのいろんなバージョンのゲストをお招きしてはやってるんですけど、一応僕がやってる、私はミュージシャンの端くれでして、私がやってるってことは、大体音楽関係のゲストが多いっていうことになるんですけども、今日はまた一人素晴らしいゲストを、来ていただいておりますので、まずはちょっと挨拶がてらちょっと、こちらでお話をさせてください。どうぞどうぞ、カメラはこちらです。あれがカメラですか。自己紹介その他。川本聡と申します。ギターのインストをやっております。で、去年の4月にですね、広島にやってきまして、でライブ活動させてもらってます。でそれまではですね、浜松の方に。あ、出身自体浜松ですか。出身はですね、岡山なんですけど。あ、出身は岡山で、浜松で活動されてる、今は浜松育ちってことですか。いや、岡山育ちですね。岡山育ちで浜松でちょっと音楽的な活動を、で浜松というと、いろいろね、ヤマハとか河合楽器とかいろいろ。それは別に関係なかったんですか。関係ないです、はい、ですか、自己紹介以上です。いやいや、もうちょっと簡単すぎますね。僕はもうちょっと突っ込みたくなりますからね。じゃあ、今広島に、浜松からこちらに来られて、どれくらいになるんですか。1年と6ヶ月です、1年と6ヶ月、1年半ですね。音楽的な、アコースティックギターですか、基本は。そうですね。エレキギターの方はあまり弾かない、アコースティックギター。そうですね、持ってないですね。じゃあもうそっちの方のスペシャリストで、じゃああれですか、クラシック系から始めたとか。最初は、ギターデュオのユズとか、ジュークとかがちょうど、中学生ぐらいの時に、流行りまして、でそれで、友達の、仲間のうちで、ギター始めようやみたいな感じになって、で、始めて今まで続いてるんですけどね。なるほどなるほど。で、でも、そうね、ユズとかジュークとかで入ったにしては、インストルメンタルにこだわってるっていう。そうなんです。で、高校生ぐらいですかね、インストで、押尾虎太郎さんがメジャーデビューされて、でそれで、その曲を聴いて、ギターの可能性って結構あるんだなっていうのを思って、いろいろタッピングとかいろんな方、奏法やってて、
この間半年前かな、4月にね、はい、東京ドームシティホールっていうところで、はい、あの甲斐義弘っていうミュージシャンがね、甲斐義弘のバースデー記念のライブをそこで東京ドームシティホールでやった時に、うん、まあ、僕もちょっとゲストでキーボードを弾いて、はい、僕の曲を甲斐義弘が歌いの、で次に押尾幸太郎も出て、うん、はい、今度はその甲斐バンドのナンバーを例の彼のタッピング奏法とかでバッキングしてみたいな、そういう楽しい集いがあったんですよ、つい半年前の話です。で今度また押尾幸太郎あれじゃないですか、甲斐義弘とね、全国ツアーを何本か、うん、キンキンやる予定ですよ、はい、そういうのあんまり知らないですか。知らないですね。で、まあね、いろいろ押尾幸太郎さんはね、実は僕の古くからの知り合いで、まあ、広島出身の、うん、まあ、アコースティックギターのスペシャリストなんですけど、岡崎凛天っていう、あ、はい、知ってます？知ってます、うん、だまあどっちかっていうと押尾幸太郎の師匠格の、ね、ね、年齢の人だから、はい、まあ、彼とも僕は、まあ、ここジャイブでも、はい、あの2人でやったりとかも、あの岡崎凛天と、あ、そうなんですか、まあ、あの家がもともと実家が近所なんですよ、まあ、でもその実家近所って子供の頃遊んでたとかそんなことはないんですよ、はい、大人になってああそうだったのかみたいな感じなんですよ。いろいろやっぱり長く生きてるとね、あのいろいろ知り合いも多くなるんですよ。で川本聡君は弱い、年はいくつですか。年はですね、はい、20代ですよ。20代の前半後半、ズバリ男が年齢隠しても仕方ない27、うん、いいとこですね、はい、27っていうのがまだ若いのか、もう中堅どころになっていくのかっていうのは微妙なところですけどね。最近で言うと結構若手でしょうね、うん、最近結構そういう風潮があるんでね、はい、昔はもう大体20歳ぐらいとかね、22、3でデビューしてブイブイやって、27はちょうどなんだろう、油が乗り切って乗ってくる頃とかね、はい、乗り切ってはないんですけどね、うん、どうですか今油的には。油は結構乗ってますね。乗ってる、今ちょっと落としてるとこなんですけど、はい、今日はだいたい何曲ぐらい用意してくれたんですか。今日は4曲。おお、素晴らしい。じゃあね、名刺代わりに、はい、これが川本聡だっていう名刺代わりに1曲まず1曲やっていただきます、小出しにして、またいろいろスピーチをね入れながら楽しみましょう。わ、はい、かりました、はい、じゃあ、川本聡の曲は、タイトル曲はですね、今日はですね、あの押尾幸太郎さんの曲をやろうかなと思ってまして、はい、でまあ、ちょっとキャッチーな曲をやろうかなと思って、はいはい、あ、なるほど、曲はまあ1曲ずついきますか。ポンポンポン、まあ、1曲ずついきましょうか。まず最初は名刺代わりに、うん、じゃあ最初はですね、はい、そのちょっと軽快な曲でですね、ディパーチャーという曲はい、あるんですけど、それをやりたいと思います。はい、じゃあセッティングの方をよろしく。さあ、いかなる 妙技を見せてくれるかっていう感じですかね。いいですね、歌わなくていい、これだけやってるっていうのね。押尾幸太郎歌うでしょね、この間コーラスやってたもん。よし、じゃあ川本聡、ディパーチャーっていう曲。ギターも大変なんですよね、こうやってチューニングをね、いろいろなんとかチューニングとか変速チューニングね、変えたり、よく頭がこんがらがりませんねじゃあお願いします。
ギターインストで、インストっていうのはインストゥルメンタルの略が通称インストっていうんですけども、歌のない楽器だけでやるのがインストゥルメンタルっていう、もともとインストゥルメンタルってまあ楽器っていうことなんですけどね、はい、いかがでしたか、なかなかね、まあ新鮮に感じる方も多いんじゃないかと思うんですけども、今早速コメントが返ってきて、何か面白い弾き方のようで、じゃあその専門的にねでちょっと専門的に今の奏法のちょっとねこうちょっと脳書きなんぞこう言ってください、まあ、今のはですね、タッピング奏法、ライトハンド奏法っていうんですけど、それでまあ叩いて音を出すハーモニクスを出す、あちら僕は分かってますんで大丈夫です。まあ、特にはですねオープンチューニングというのを使ってまして、左手の動きですね、それをちょっと軽減してやるっていう、意味もあって、そういうチューニングになってますね。で、そのタッピングを使いながら、パーカッシブに、曲が、なるように工夫された曲になってます。タッピングっていう、要するにそのタッピングを使ってっていうのが、要するに今見てる人にはそのタッピング自体がわからない、ね、タッピングっていうのはパーンと叩くんです、だからそういうことですね、これをパーンってやるのがターンってやるパーンってやるのがタッピングですよ結構ね、大塩孝太郎のライブなんか結構すごいですもんね、いつかあれ割れるんじゃないかと思うんですけども、たまに割れるらしいですね、割れるよね、どう考えても、まだ割ったことないです、割ったことない、もったいないもんね、割らない方がいいです、相当叩いてます、割りながら叩きながらちょっと徐々に鍛えて、そんなことはないですね、人間の体だったら徐々に鍛える、やっぱ楽器ってのは叩きゃ叩くほど、やっぱり摩耗していきますからね、弦も切れるし、そうですね、弦とか結構切れたりします？いや、ライブ中にはないですね、ない、それはいいことですね、そのうち切れることがあったときにどうしましょうね、あちゃーって顔するのか、切れたかって顔するのか、1本なくなったらちょっと弾く自信がないですね、なかなか。で、切れるのが大体高音の弦です、そこはもうメロディー担当なんで、ちょっとメロディーがなくなって、寂しくなっちゃうんですね。やっぱり6本で成立してる。そうなんですよ。そうか、なんかベースの場合ね、4弦だったものが5弦とか6弦とかいろいろあるけど、ギターが12弦ギターっていうのは聞きますけど、ありますね、あ、そうか、あるよね、あと8弦とかもあるか、ちょっとダブルになってたりね、部分的に、でもレンジが広がってるっていうのはないでしょ、例えばボトムの音が E の音だったら E っていうのはミの音なんですけどね、最低音がもっと下がるとかっていう、ありますね、あるあります、でもそんなには下げられないよね、そうですね、どれくらい D とか、もともとそのレギュラーチューニングで、普通のギターは E なんですけど、どこまで下がるのかちょっと勉強、でもボワボワになっちゃうもんね、でもあんまり下げるなんか、それ用のもうギターボディサイズも大きくなるんですけど、バリトンギターですね、そういうね、そうだな、いわゆるアコースティックライブみたいので、ギターのようなベースみたいなのなんか見たことありますよね、ありますね、その手ですか、なるほどね、こう普通にギターの弾き方でベースになるんでね、こうアップライトじゃなくてね、なんかちょっと今専門的な用語が多くてね、そんな難しいことはないと思ってもちんぷんかんぷんかも分かんないですよね、アコギだけですね、アコギなやつですね、ついてきたよで、ところでオリジナルとかは今、そうですね、ちょうど作ってまして、完成してるのはある、それがですね、いまいちなんですよ、いまいち、で、これからですね、ちょっとどんどん作って、そうですね、全てその自分の曲で、ライブが、できるように、なって、ちょっと活動の範囲とかを広げて、今ライブ活動っていうのは大体どういう感じでやってるんですか、あの
大体やるのがもうこの辺なんですけど、うん、この辺りで、うん、で大体その対バン、うんうんうん、相手が、まあ、いまして、で、まあ、アカペラのグループであったり、はあはあ、うん、弾き語りの方であったり、アコギって言えば、まあ、彼もちょっとタッピング、タッピングがあるけど、あの森川くんって、ええ、いるよね。森川くん、森川、森川くん会ったことないですね。森川は何だったっけ、名前は。サラサ、あ、サラサは、はい、うん、まあ、あの彼ちょっと、まあね、ちょっとこう存在が薄い感じのルックスしてるから知らないかもしれないですけど、ええ、ちょっとお会いしたことはないんですけど、あの面白い話だね、うん、彼すごくもう気の毒になるぐらいこう胸板が薄くてこう猫背で痩せてる感じなんですよ、はいはい、でギターはすごくあの、うん、非常に綺麗なギター弾いてね、一回俺冗談で、はい、森川ね、お前みたいなね、その痩せて胸板が薄くてね、そういうやつはよくね、あの肺のし肺自然気胸って、あの肺に穴が開いて、はい、シポンって入院しなきゃいけなくなるやついるから、ね、呼吸できなくなるんだよって、それは痩せ型 の、 その細い男に多いらしいんだよ、はい、気をつけますって言ったら次の日に本当になって俺の呪い神っていう、うん、かわいそうなパターンなんですけどね、森川と。でも最近この間見たらね、すごく一皮も二皮も向けてすごい、うん、すごい良くなってたね、サラズは。あのやっぱり独特のカラーも出してるし、うん、まあ、そういうことも含めていろいろこれからどういうカラーを自分で出していけるかっていうね、うん、まあ、要するに押尾幸太郎の曲をやってたら、まあ人がおーって思ってくれてるのは、うん、数回だから。まあそうですね。まあ見た目迫力ありますからね。うん、これウーロン茶ですか？お水ですか？これはウイスキーですかね。ウイスキーがお好きでしょうかですか？あ、ウーロン茶です。飲まないんですか、なんかね。飲まない。飲まない。まだ飲んじゃいけない年だって。そうですか。飲む。飲みます。あ、それ飲んだ方がいいですよ、ミュージシャンって。ね。飲まれますか。飲む。これ。これ水ですよ。お、僕はまあ自慢じゃないですけど、飲まないでステージやったことはないですね。やる前に飲むってことですか？やる前も飲むし、やってる途中も飲みますよ。ステージ上での面白い。おだけど本当ですか？リハーサル…本当ですよ、そんな冗談でもないあのいわゆるリハーサルと、はい、リハーサルとあと当日のいわゆるサウンドチェックね、うん、あとレコーディングの時、これは絶対飲まないです。かたくなに。それはもう自分の中の掟で、うん。だけどこうライブとかコンサートっていうのはなんかそういうこうちょっと日常ではない何かこう、うん、コミュニケーションを図りたい。はい、大体いるじゃないですか。酒を飲まない飲んだらこうコミュニケーションがうまく図れるとかね。飲まないとなんかブスッとしてるとかね。あるいは借りてきた猫みたいなやつだみたいな。やっぱり飲むとほどほどにね、こうちゃんとこうコミュニケーションが取れるかな、うん、飲んでもあんまり変わらないんですよね。俺？僕ですね。変わらない、はい、俺もあんまり変わらないですよ。ただね、うん、変わらないから酔っ払ってないと思われがちなんだけど、うん、で次の日に一緒に飲んだやつから電話かかって、はい、最後に行った店のあそこであれ面白かったな、何のことだ、いやどこどこで、いや俺は行ってないよ、お前一人で行ったって、うん、言い張りますからね、私は。っていうことは現場では酔ったように見えてないわけですよ、うん、もう現場で酔ってたらまあ覚えてないこともあるかもしれない。あ、これ言っときますけど、はい、だんだん覚えてなくなりますよ、年と年齢を重ねるごとに。最近あったんですよ。それはちょっと早いかな初めて初めて気づい、あの家には帰ったの覚えてるんですけど、うん、気づいたらすごい変なとこで寝てたんですよ、朝起きたら。どれだけ変なとこなんですか？で風呂の前に段差があるんですけど、はいはい、ステップがあって、そこのステップに頭を置いて足をな、まあ、投げ出して、まあ、半失神状態で寝てたって、それやっぱりね、50過ぎるとそのまま昇天する場合がありますからね冗談じゃないですよ、結構多いんですよ、そんなね、うん、
昔美穂慶太郎っていうすごい、まあ、作曲家でね、ジャズをやってた人で、知らないかな、 11PM っていう番組が、まあ、もちろん年齢的には、まあ、そこら辺にいる人 11PM っていう番組知ってるね、あのテーマ曲シャバダダバ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 ブシャバダダバダバシャバダダバダバシャバダダバダバワーっていうのが、これ美穂慶太郎さんが作って、はい、でまあちょっとこう当時では珍しい大人のエッチな番組だった、うん、で美穂慶太郎さんいつもあの東京でこう飲むときに、はい、マイボトルワインが好きな人で、はい、ワインを自分で持ち込んでこうブイーっつって、はい、こうブイブイどこでも飲んでた人なんだけど、ある日銀座かどっかのお店で、まあ階段があるところで2階だったのかな、はい、そこで2階じゃあねーっつってまたワイン持って行って、そこで落ちて結局それで亡くなったんだよね。あら、まあ、そうならないようにお互いにね気をつけましょう、気をつけましょう。まあでも酒が飲めるミュージシャンっていうのは普通だけど好きですよ、うん、ええ、最近の20年もうこの年代だったらもう僕は飲みませんっていう率がすごく高くなって、ね、うん、すごい寂しいと思ったね。酒を飲まずして何の音楽だって俺は思っちゃうから、うん、やっぱり、うん、ね、スタンダードで酒とバラの日々っていうスタンダードがあるくらいだから、音楽にやっぱり酒とこうバラと、まあ、つまり酒と女っていうのはね、うん、要素として不可欠でしょ。例えば歌物にしてもね、必ずそういうことになるから、だから飲まないよりは飲めた方が楽しいよね。そうですね、うん、まあ俺はまあ飲みすぎに注意なんて野暮なことは言わないんで、まあしっかりよく飲んでよく学べってやつですね。はい、まあちょっとね年代がちょうど息子ぐらいの感じですからね、俺結構こう見えて年なんですよ、はい、知ってます？いや知らないです、ね、いくつぐらいに思います？正直なところでいいですよ。53。うん、あとねあと一月で還暦を迎えます。私父親よりちょっと上です、ね、まあまあそういうこともね、うん、ありますよね、じゃあね、もう一曲、もう2曲目ちょっとやりますか、はい、まだ、はい、オリジナルはまだ未完ということで、はい、今日はで、はい、じゃあ自分のポテンシャルを出せる曲で頑張ってください。わかりました。じゃあ2曲目はですね、これもちょっと軽快な曲になるんですけど、クリスタルという曲です。誰の曲ですか？これもお塩さんですね。あ、お塩さん、はい、はい、クリスタルどうぞ。やっぱりね、こういうギターで1本でね、なかなかこう人前でやるっていうのはこう歌もないしね、まあそれなりのプレッシャーっていうのはやっぱりある中で、一生懸命そこに踏みとどまってやるっていうのはやっぱり美しいですね。じゃあ、曲名、曲タイトル、クリスタル。
やいやいやいや、川本さとし。いいですね、こういうタッピング奏法でね、ノリも作れるし。あれなぜかね、面白いんですよ。あのアコースティックギターの方が一本だったら耐えれるよね、音楽的にあの構成できるっていう。確かにそうですね。エレキギターで一本で演出って言ったらやっぱりなかなかイメージ湧かないでしょ、うん、やっぱりあのボディを叩いたりして、うん、まあそのまあ、打楽器の要素っていうのも入れられるっていうのがあるんで、うん、いやもし打楽器の要素がなくても、うん、アコースティックギターだったら一本で成立するっていう、まあ、そうですね、うん、なんかあのまあピアノなんかもね結局そうなのね、うんうん、やっぱりアコースティック楽器っていうのはねやっぱ響きが深いのか強いのか、うん、そんなもんですね。そうですね。でところでその浜松、まあ、岡山出身で浜松に行って、はいはい、で広島にたどり着いて今いるっていうのは、はい、なんかきっかけとかあったんですか？きっかけですか、うん、まあもともとですね、岡山に住んでて、で高校卒業して、まあ、大学がですね、うん、群馬。おお、まあ、赤城の山も今宵限りかっていうね、一応関東地方なんですよ、はい、そこはで、まあ、関東だから。でも俺の言ったこと全然分かんなかったみたいですけどね群馬県って言えば 赤城。赤城は分かりますよ。分かりますよね、赤城です。赤城の山も今宵限り、まあね、今宵限りはちょっと分からないですこの辺暮らしてわからない国定忠治っていうね、それ知らないですか？有名なその侠客っていうか、まあ昔で言う、今も言うけど、まあヤクザですよ。ヤクザってまあ昔のチャンバラ時代のね、赤城の山もこれ限りかっつってやるわけですよ。全然分かってないまあまあまあ、まあ、ちょっと知識不足かなってなって単なるエイジギャップね、うんまあ、それで、まあ、群馬にいたんですけど、うん、でまあ自分はあの普段普通にあの働いてるんですけど、うん、それで就職先が普段普通に働いてるの？普通に働いてます。まあまあまあ、でまあ最初浜松に、うん、その会社入って、うん、でまあそれで転勤です。あ、そういうことか、ね、で今広島に転勤。転勤で。はい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 。あ、そう。そうなんです。別に何かを求めて広島に来たわけじゃなくて、そうですね、しょうがなしにいるわけなんだよね。そうです。そうですと言ったねそうですって言っちゃいけないと思うんですよ。いやす誘導尋問気をつけてください。危ないですからね。危なくない。でも結構あのそのいろいろ今群馬、浜松、広島と来ましたけど、だんだん町になっていってるんですよね。ああ、そうそう、うん、やっぱ飲み屋の飲み屋街の広さで比べると、もうどんどんね、うん、飲み屋街面積が広くなっていくでしょう。でまあ広島はもう相変わらずこの密集度は全国屈指ですからね、うん、この、うん、あのエリアに対する密集度ってね。すいません、うん、日本語分かりませんか？大丈夫？あ、うん、oh. Where from? Oh!バルサイ、やった。なんかスペインの曲やってごらんよパッパッパラバルなあー、それスペインですねジャコパストレスそのまんまや、あ、すいません、今のスペインという曲でしたありがとうございました。そうか、あのスペインっていうあの難易度の高い曲を、うん、アコースティックギター一本でやるっていう技もあるんですよ。今度必死に練習してそれをやってみたら、はい、やりましょうか、スペイン、うん、これ楽しいですよ。楽しいのか苦しむのか。多分苦しむと思いますね、うん、まあ相当苦しむでしょう、それは。わかりました、スペイン、スペインやりましょう。そう、ねPractice, practice, Spain. Practice, practice, Spain. 頑張ります。あ、
まあ、できた暁にはまたここでやってもらいましょうかね。分かりました。今日あとまだ2曲用意したんですよね、全部押尾幸太郎シリーズ。そうですね、今日は全部押尾幸太郎さんでいこうかなと。あ、そうかそうか、だからちゃんと、仕事を持ってるってことは、あのいわゆるプロフェッショナルとしてやっていきたいというよりは、まあ、どっちかっていうと、まあ、趣味の中でちょっとまあそれでもなんかチャンスがあればみたいな感じで。あ、そうですね、どっちかっていうとそれ、でちゃんとした会社に就職してるってことですよね。そうですね、いわゆるフリーター系じゃなくて、はい、はいはい、あ、そうですか、面白いね。ちょっとね、じゃあね、またあと2曲やってもらいますけど、ちょっとこの辺で、あ、なんか今やってるからもう1曲やってもらおうかな。もう1曲やりますか。うん、はい、また押尾幸太郎、今度はどんなタイプの。今度はですね、ちょっと渋い感じの曲になるんです。渋い、テンションという、これプレッシャーかけたね。渋い曲って、ね、渋くなかったら相当やばいよそんないじめ方はないだろじゃあ、渋い感じで前途洋々ですね、27歳。わあ、本当にチューニング変えるのをね、見ても本当に面倒くさいなと思いますよ、なんか。でもね、彼は、まあ、メーター見ながらね、すぐ合わせるけど、なかなかね、もう10分ぐらいやっても合わない人いるんですよ、世の中には。じゃあ、お願いします。Thank you.
はあ、いろいろタッピングから何から、あの最後のハーモニクスのピョンっていうのは、あれも感動する人は、うん、それだけでたかがあれだけのことでというと、まあ身も蓋もないんですが、ね、世の中でそのピョンあれピョンが昔ね、あのベンチャーズっていうのがね、はい、エレキギターでやったらみんな何がやりたいか、テケ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 、あれがやりたいばっかりにエレキギターを始めた人がたくさんいたっていう、そんなもんですよね。そうですね、そういう意味ではいいですね。今のピョンが弾きたいとかね、タッピングがやりたい、タッピングばっかりやったらこっちにじゃあパーカッションになれみたいな話もあるんですよね。そうですね。いや素晴らしい。じゃあね、はい、ここでちょっと休憩をいただいた後また1曲やっていただきます、はい、ちょっとインフォメーションその他があるんで、川本聡さん、また後ほど出ていただきますが、はい、ちょっとショートブレイクをいただいて、はい、ではでは、ここで、ジャイブ名物、この番組名物のインフォメーションコーナーが、ありますので、今何気に焦りながら準備をしておりますけども、ジャイブのですね看板娘、ツッチーって、まあ、この人が焦る感じも僕は結構楽しみなんですけどね。はい、じゃあここライブカフェジャイブのですね、目玉ライブっていうのを、毎回、紹介させていただいてるんですけども、看板娘の、なんとフルート奏者でもあります、土屋えり子こと土。土です。よろしくお願いします。はい。3つほど今日はライブを紹介させていただきます。一番近いやつからいきますね。うん、はい、来週の火曜日、ピンクボンゴさんのライブがあります。これアップになってますか？これ見える？どこ見よう。ピンクボンゴっていうのはもうこれ本当に僕の一押し、1年に1回来てくれるんですけどね、素晴らしい、あの、まあ、当たり前のことではあるんです、みんなプレイヤーとしてみんな超一流の実力者、まあ、ジャズ系から何からポップス系まで含めて、まあ、みんなそれぞれスタープレイヤーなんですが、彼らがまあ非常にピンクボンゴというバンドを結成、ユニットを結成して、非常に平成のクレイジーキャッツのような、あの非常にエンターテインメント的に面白く、面白おかしく、しかし技術は非常に高いという、これ素晴らしい、本当に僕の一押しです。大郎君に、ベースがまた奇人変人高橋下駄夫って、まあ名前からしても当然下駄夫っていうぐらいですからね。みんなそれぞれ、ギターは演歌までこなせるカポネ宮崎、そして、まあ、変態ピアノ中島徹っていう、これまた奇才ですけどね、素晴らしいですね。ドラムのジュマ君がこっちからは見えないんで、はい、ツッチの方から、はい、ドラムはこのジュアサさんですね。ジュアサ、はい、名前がすごいよね。すごいですね、ゲタオ、うん、ジュアサ大色本名だったとして中島徹普通だから、あの間にミドルネームで昆虫っていうのが入ってますからね。え、そうなんですか。中島昆虫徹これ今回入ってないです、うん、本当にこれ素晴らしいです。10月15日、はい、来週の連休明けの火曜日になりますかね。これは本当にピンクボンゴを見に行かにはいけんじゃろう、ピンクボンゴはものが違いますって誰かが言ってますからね。今ね、分かった？分からん。今一応、辰川のフレーズなんですけど。え、土分からなかった？何のやつですか？ CM ですか？今、ポプラの CM でそういうことを言うよね。カープを応援に行かねえけんじゃろう。あすいませんでした。ポプラは物が違いますよ。だから、また面白いね。物が違いますよ。物が違います。やってますね。はい。
はい、来週の火曜日オープンが7時半スタートが8時です。前売り4000円の当日が4500円、はい、これは見なきゃ損するっていう非常に大、大特価大サービスの素晴らしいライブです。はい、はいはい、です。よろしくお願いいたします。で次ですね、はい、10月の27日の日曜日ですね、まこさん、ボーカルのまこさんと、はい、あとはバックの皆様でマイプレイヤースペシャルライブ、あとはバックの皆様で、俺もそのもちろん紹介して、なんか今粗末に扱ったね、とりあえずで言わせてもらいましたはい、ギターは古川のぞみさんにベースが、富倉康夫さん、キーボードが富綱勝彦さんに、ドラムが織田仁さんです。でボーカルはまこさん、このまたこれは本当にこれ素晴らしいバッキングなんですね。古川のぞみ氏と富倉康夫氏はね、あの去年もこのコンビじゃない、このコンセプトでやったんです。その時はちょうど中島みゆきさんのねコンサートがあった時で、その前日入りしてやったんですね。今回はでも単独で、あの彼ら中島みゆきさんのねレギュラー あのミュージシャンやってて、まあそれだけじゃないんですけどね、いろんなセッションももう非常に日本を代表するトップギタリスト、トップベーシストっていう感じでね、にマコが贅沢なバッキングを従えてやるっていう、はい、これまた大贅沢な、ライブです。であと忘れてた、ごめんなさい、はい、とあと急遽決まりましたね、スペシャルサンクス、鈴木昭夫さんサックスですね、これはあのレイニーウッドの私と一緒にやってるサックスの鈴木昭夫、まあ彼も押しも押されもせぬ日本のトップサックスプレイヤーで、まああのミーシャとかね、いろいろなんだ、あのI can stop とかオリビアを聴きながらの人何でしたっけ、アンリさん、アンリさんね、アンリのバンドのバンマスだったりするわけですけど、これ10月27日、はい、ピンクボンゴンに遅れて約2週間後ですけどね、はい、オープンは6時半スタートは7時からです。前売りが4000円、早いね、早いですか、でも日曜日ですよ、あ日曜日ならいいよ、はい、早いって俺が文句言ってどうするごめんなさい、当日が5000円ですね。チケットもお店の方にございますので、ぜひお買い物ください、はい、これタイトルは特にないんだ、いや、あります、マイプレイヤーね、マイプレイヤーっていうのはその、マコが出してる CD のね、はい、祈りっていうことですね、マイプレイヤー、はい、スペシャルライブです、はい、10月27日の日曜日の夜です。じゃあ最後ですね、今また出しゃばっちゃった、はい今も紹介させていただいた鈴木昭夫さんセカンドアルバム発売記念ライブがあります。これは来月ですね、11月の14日木曜日、オープンは7時半、スタートが8時、チャージは前よりも当日も一緒で4000円です、うん、であのキーボードでこのアルバムに参加してくれてるあのミーシャのバンドとかで、アンリの方かな、一緒に あのやってる小倉君っていうね、あの素晴らしいキーボードが、はい、彼はあのなんだイグザイルとかのバッキングもねずっとレギュラーでやってるような、あの素晴らしいミュージシャンですけどね、そのあたりで私も参加しますし、そういった面々です。ギターがあと柴崎勲さんにベースが前田純子、これはまあ広島を代表するミュージシャンですね、このあたりね、はいはい、キーボード2本で、2本じゃなくてね多分入れ替わると思う、2本に2つ入れたら鬱陶しいでしょどうなるんかなって思って、うん、11月14日の木曜日でございます。こちらもぜひ、何時からですか、はい、オープンが7時半の8時スタートです。あ、大人時間ですね、大人時間ですね、ウィークデーにつき、はい、はい、ということで、はい、大体、非常にこの大物が出揃っておりますけども、はい、じゃあ、ツッチ何か思い残すことはありませんか。ですね、新しいスタッフを紹介させてもらいたいんですけど、ほうほうほう、よろしいでしょうか。あ、いいですね、はい、じゃあ、今大丈夫ですか。ちょっとついでに俺の飲み物をついでに持ってきてくれたら気が利くかな。ラテンのソーダ割りです。あら、作ってなかった、ごめんなさい、作ってなかったです、また忘れられましたすいません、いやいいや、じゃあそれ後回しでいいから、クリちゃんいい、とりあえず私作って出します。いやいやいや、じゃあちょっとこうなんか紹介できる、え、私もです、あ、まあ俺がしようか、はい、私あのあんまり素性を教えてもらってないはい、じゃあツッチは私の飲み物を作ってくれるということでね、
すいません、お邪魔します。はい、邪魔してください。はい、新しく入りましたクリです。クリちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。クリちゃん、シーズン的にいいですね、クリちゃん。あ、そうですね、イガグリのクリちゃん。そっちのクリちゃんじゃないですよね。そっちではないです。まあこれ大人の番組です。まあ時間も時間ですからね。はい、嬉しそうだよね。あ、はい、このクリちゃんはね、僕はもう知り合って、どうだろう、20年まではいかないか。20年はいかないです。15年ぐらいかな。10年は経ちましたね。10年は経ったね。はい、実はガールズバンドの走りでね、ブッダっていう、広島ではブイブイ言わしてるガールズ、ブッダってもう名前が危ないですよね。ちょっと危険な感じですけどね。で、まあ、ボーカルなんですけども、ベースも女出たらにベースを弾きながら、はい、なんか数字クワトロに憧れて、そんなことはないな。あ、もう必要に迫られて、しょうがないからベースを弾くみたいな。メンバーが抜けていったので。なかなかつわものだよね。はい、だから本質的にはボーカルなんだよね。そうですね、はい、はい、非常にね、まあそのうちジャイブでライブやってみりゃいいの。そうですね、ちょっと考えておきます。考えるなって消極的なこと。やります。はい、じゃあ来てください、やるときは。はい、まあ非常にこういう明るいキャラクターでね。そうです、会いに来てください。まあでもブッダでボーカルを歌うときにはもう表現しますからね。なんかめっちゃどんな想像されるか。そんなこう、そんなことないですよ、はい、アイドルみたいにやってます。じゃあ、新人のクリでした。クリでした。皆さんよろしくお願いします。じゃあついでにインフォメーションしちゃおうかな。ついでにというと失礼ですが、なんとなんと飛び入りで、いわゆる彼女は、まあ、役者系の、役者系っていうか役者ですよね。インフォメーションに今日は飛び入りで来ていただきました。うん、ちょっと、まあ、軽い自己紹介がてらで、はい、はい、プロジェクト FE という演劇のグループで、演劇とあとそうですね、事務所にも一応所属させていただいて、ローカルの CM などにも出演させていただいている山田明菜と言います。よろしくお願いします。はい、CM とか出てるの？そうですね、ちょこっとだけ。例えば皆さんあーっていうようなのある？んー、さりげないあるかもしれないですけど、今トータテさんの CM が少し流れているっていうのと、何それは姿形で出てるんですか？あ、はい、もう姿形で、もうそうだね、テレビで出るんだったらね、着ぐるみも着ることなく、声優じゃないんだからね。そうですね、はい、あとはそうですね、ちょっと前だったんですけど、ピッピー緑坂とか、ああいう車の中で家族が車に乗っている CM の、はいはい、はい、それは母親役で、あ、子供役じゃなくて母親役なんですか？母親役で出てました。はい、そうですか、はい、若い母親、ね、そうですね、そうかもしれません。まあそういうことにしといて。あ、そういうことにしておきましょう。はい、お願いします。あとはそうですね、今ちょっと広島駅さんに一応ちょっと顔が出てる感じですね、うん、はい、ですか、はい、じゃあこの本文の方に、はい、すいません、今日はですね、公演のお知らせにやってまいりました。私も出演している、私が所属している演劇のグループのプロジェクト FE というグループで、今度プロデュース公演を行うことになってます。はい、で、出演者が26名と、なかなか広島では大所帯の公演なんですけれども、うちのグループはですね、劇団ではなくて、公演のたびにそのメンバーを募集して集めてっていうので、他団体だったりとかフリーで活動されてる、役者さんだったりスタッフの方っていうのをお呼びして、公演を毎回打っております。で、今回はですね、来月11月の2日3日4日の3日間でアステールプラザさんの多目的スタジオさんですね、はい、
2階の多目的スタジオで全部 3をつけすぎるような気がしました。そうですね、質問多かったですね。アステルプラザさんの多目的スタジオさん、そこは3言わなかったんですけど、はい、すいません。多目的スタジオで行っております。これが続きものでですね、実は5月にも前編ということで1幕2幕ということで上演していたんですけれども、今回続きの後編で3幕4幕をやります。で、前編見てないのでじゃあわからないんじゃないかって思われるかもしれないんですけれども、あのスタートにあの前回までのあらすじということでダイジェスト版で生身の人間が行うというようなこともパワフルな公演になっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。前編後編からでも楽しんでいただけるように作っておりますので、もう一回とどめであの、はい、日付を、はい、11月の2日3日4日の3日間、プロデュース公演の、連続舞台劇ひげおさらばという猫たちの物語をやります。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、多目的ホールってあのあれですね、1階でしたっけね、 なんかこうこじんまりとした感じですけど、非常にアステルプラザの中に皆さん知らないようなスペースがあるんですけど、では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 、もうね、実はオンエア時間を この番組ではよくあることなんですけども、もう過ぎてます。しかしスポンサーのご好意によりそのまま引き続き、やらせていただきます。じゃあ再び川本、うん、いかがですか今、なんかスペインの方とコミュニケーションを取ってたような。ノーコミュニケーションでした。ノーコミ、そういえばなんか背中合わせに座ってましたね。ちょっと触れてました、はい、そうか、はい、今日なんかこれはってなんか自分でアピールしたいようなことはないですか。告知ですね。告知とか、うん、告知もありでもいいし、もう自分のこうやっていくこととかでも何でも自分自身のことでもいいし、まあ、音楽活動はですね、その、まあ、オリジナルを、まあ、作って、で、まあ、自分の曲でライブをするようになってですね、まあ、もうちょっとあの広い範囲日本全国でも行けたらいいなと今思ってますね。あの一応社会人をしながら。そうですね。そうね、だからそういうあれでごくまれですけど、うん、あのシクラメンの香りの大作曲家ですけどね、今名前を忘れちゃいました、小倉圭さんです。彼はあの当時でいうみずほ銀行の前身の第一勧業銀行、第一勧銀のね、うん、浜松支店長かなんかだったんですよ。でその時にシクラメンの香りとかの、まあ、布施明さんが歌ってね、大ヒットした、うん、非常にメロディーメーカーです、作曲家として、うん、まあ、自分でもステージもその後やるようになって、はいはい、で結局銀行の方を支店長でありながら退職して音楽の方にシフトを移したっていう稀有な、すごいですね、それは。そうでしょ、うん、まあ、結構なもんじゃないですか、その浜松支店長なんていうね、うん、そうですね、そういう感じでやるとかっこいいねちょっと上がらないといけないグレードをしっかりもう磨いて上げて上げて、うん、そうか、じゃあ、いや、まあ夢を持ってねやるのはいいことなんで、うん、あれですね、まあ、じゃあ、はい、一応、うん、川本さとし君の今日用意してくれた最後の曲ですけどね、やっていただきましょうかね。じゃあちょっと、まあ、最後の曲の前に、はい、もう一応告知が、はいはい、じゃんじゃん言ってください。今月のですね、10月26日10月26日にですね、野外ライブイベントがありまして、アリスガーデンというところなんですけど、広島パルコの、まあ、付近にあのすぐ下にある広場であの野外イベントが行われます。でそれにちょっと出演させていただくことになりました。時間としてはですね、アリスガーデンですか、じゃないの、アリスガーデン、アリスガーデンですよね、うん、言いました今、アリスガーデンって俺が聞いてなかっただけ。いました。すいません、もう酔っ払ってきたのかな。でですね、10月26日の、午後1時から6時まで開催されますので、まあ、皆さんのお買い物ついででもいいんで、ぜひ寄ってみてください。賑やかでしょうね、今もう一つなんかゼロゲートかなんか
あのそうですね、ありますね。デビューじゃないオープンしたから、すごいですね、パルコ3つあるわけね。3つあります、ね、本館、新館、はい、そしてゼロゲートって。あ、昔はね、あの辺りもちょっと錆びれたとこだったのでね、うん、おこのみ村があって、おこのみ村もバラックみたいな状態だったんですよ、はい、まあそれどうでもいいんですけどねまあ、浜松から来たら分かんないだろうなと思う、うん、そうそうそう、そんな感じで、まあ、まあ非常に綺麗なね、若者が集まる場所になりましたね、うん、じゃあそこで素晴らしい、思いっきり目立っちゃいましょうね。分かりました、そういう時は。はいはい、はい、で最後にですね、じゃあ心置きなく、ね、で最後はですね、レッドシューズダンスっていう、まあ、ちょっとですね、ベースがちょっと跳ねるような感じの可愛い曲なんで、うん、最後に聞いてみてください。川本さとし君、レッドシューズダンス。いいですね、27ってのは。僕も27の時はありましたね。今皆さんあるんでしょうけど、うん、まあほんのちょっと前のような気がしますけどね。そうかそうか、21の頃何やってたかなと今思い返したら、いろいろやってましたね。でもこれからだから楽しいよね、彼だったね、うん、一曲ごとチューニング変えるのってなんかめんどくさいですよねね、よく言うね、チューニングやってる時はみんなの注目しないでなんてね、他の雑談しててくださいみたいな。だから俺わざとこうくだらないことを今言ってますけどね、注目がいかないように。えっという間にできましたね。はい、ではでは。Thank you.
感じですね、いい感じですね、川本さとし君、今度アリスガーデンにてぜひご覧になった方は足を運んでください、はい。でまあ、これからもずっと転勤があるまでは広島在住ですからね。多分ないと思います。ないと思いますか、はい。でそのまま会社を辞めて居つくとか、そうです、ね、ありがちなパターンですけど、ね、ありですね。広島不思議と僕は思うに割と排他的なイメージがある街ではあるんですけど、うん、一旦インサイドに入るとおーわしの連れであればみたいなことになって非常に住み心地が非常に楽になる街でした、ね、うん。まあそのうちそういう感じもつかめるかもわからないですけども、はい、そうなってほしい感じですね、はい。どうもありがとうございました。川本さん、はい、ありがとうございました。ではですね、私のラストタイムもうとっくに10分以上オーバーしてますけどもおまけコーナーでございます。ではあやはピアノの前に現れました。ほんのちょっとねこう音出るね、ちょっと待ってください。今日はちょっと私の個人的な感じでセッティングの時間がちょっとなかなか間に合わなかったんですけど、はい、ではアンサーソングではないですけど、私 のオリジナルの代表曲ですけど、青い目のステラ1962年夏という曲で、今日の、生アットマーク 広島アクティブリング、210回目、この曲にてお別れしたいと思います。お相手は上綱克彦でした。では青い目のステラ1962年夏
ばかり風をひいたり上事のように好きなブルースかけてた夜は決まって夜明けにすすり泣いてた After midnight 悲しみは永遠の眠りについたかい時を通る貨物船眺めテネシーワルツ歌おう うまいもんさあんたに教わったちょっと生かしたステップを褒めてくれよしゃがれた声で芝居の下で眠っていずに褒めてくれよ Blue Eyes 細めて芝居の下で眠っていずに褒めてくれよしゃがれた声で芝生の下で眠っていずに褒めてくれよ Blue Eyes 細めて芝生の下で眠っていずにです。おしまいのふりしてもう一言追加。来月は11月21日こちらジャイブからお送りします。私の誕生日の約9日前ということですね、大変今回の誕生日は、割と節目的なところですけども、また、よろしくお願いします。どうも。じゃあ来月は21日11月21日またジャイブでお会いしましょう。どうも。